ヤブカラスティック。はい、今日なんか対決するっつってたね。ね、前回ね、そういうお話させていただきましたから。うん、はい。じゃーん。何、また駄菓子？そうなんです。そのまんまグレープ。これね、昨日一緒にお仕事したね、メイクさんに教えていただいたんですけどね。3つガムが入ってまして、この中の1つがめちゃくちゃ酸っぱいんですよ。こういうの何、駄菓子屋で売ってるの？なんかあるみたいな。私の時代はなかった、それは。駄菓子屋さんなの？あんたの時代あった。駄菓子屋さんですか？あった。いや、僕もわかんないです。そのまんまグレープ。そのまんまグレープ。これを、ルーさん。まあ、ね。そんなに酸っぱいの？なんか酸っぱいって言ってましたよ、あの女子たち。じゃあ3つの中に1つ酸っぱいのがあって、はいはい、それは結構効くらしいよね、うんうん、で本当は3人でやりたかったんですけど、そうなんです、我々2人しかおりませんので、うん、2人でやって、うん、どうなるか、もし、うん、どうなるか、でも、もし要するに2人が酸っぱくないのを食べたら、はい、一つがもう酸っぱいのになるよね。そうですね。だからそしたらどうするの？その時はじゃんけんで。じゃんけん。負けた方の人を食べます。オッケーオッケーオッケー。はい。うん。います。その酸っぱさを感じるか感じないか。はい。はい。オープンしました。うん。じゃーん。お、すんごいグレープのスメールがしますよ。はい。こうなってますね。うん、はい。じゃあまずさ、うん、じゃんけんで勝った人が先取る。ああ、そうしようよ。そうしましょう。俺が先取って、松田君がっていうのもあるだから。じゃあ行きましょう。最初はグー、じゃんけんチョキ。最初はグー、じゃんけんパー。お、最初はグー、じゃんけんグー。なんだこれ。打ち合わせしてるみたいな。そうそう、せーの。最初はグー、じゃんけんグー。あら。いいよ、なかなか気が合いますね。せーの。最初はグー、じゃんけんグー。はい、おー、負けました。じゃあ私ですね、ルーさんファーストで、これね、松田君、はい、大体この3つあるでしょ、うん、はい、そう、真ん中だよ、大体失敗のは。なるほど、うん、と私は思うのね、はい、うん、だからこっち真ん中理論、こっち、はい、いいでしたね、一番左端をね、うん、取りました、皆さん、はい、はい、食べよう。あ、じゃああなたも取ったら、あ、そうか、一緒に取ろうよ。あ、一緒に食べようよ。じゃあね、うん、私はね、うん、真ん中、うん、よし、真ん中理論は違うんじゃないかと思って真ん中にしますと、よしよしよし、真ん中を取りました。一番右だけ残りましただから、はいはい、はい、これがもし一番酸っぱかったら後でじゃんけんで、うん、負けた方が食べどのぐらい酸っぱいのかっていうの、うん、そうそうそう、リポート、感想順、はい、これはじゃあいきます、はい、ガムなのね、これ、うん、食べちゃダメなんだ、はいはいはい、全然、僕も全然です。ということはこれだ、一番右理論でしたね、はい、じゃあちょっとガムを、うんうん、うん、でもガムの味美味しいですね。美味しい美味しい、うん、これはなかなかいい。それでは、さっきじゃんけんしましたけれども、はい、あ、待ってください、何、ルーさん、ちょっと雨降ってきたかな、洗濯物、うん、これは今 YouTube はですね、こうどこでっていうと増田君の、マンションで、やってます、はい、すごい降ってきた、すごい降ってきたと、ちょっとだけ濡れたけど、およかった、気づいた、うん、今日ね、オリンピックの野球があるんですけどね、ね、うん、すごい降ってますよ。そうですか、大変な、はい、それでは、いや、降ってきた、はい、で、増田君のマンションで、これを撮ってみます。今、洗濯物取り込んできました、ちょっと生活感があって、お見苦しい人が、もうね、ほら、私この間もルーさんに提案っていう回がありましたけど、うん、家事全般やりますので、そうです、ね、当たり前ですけど、はい、それ、はい、それでは行きたいと思います、はい、これが多分、メイビー酸っぱい、もうたまんないぐらい酸っぱいガムだと思います。どのぐらい酸っぱいのかね。それでは松田君と私がじゃんけんして、はい、負けた人がこれを食べる、はい、はい、いきます、せーの、最初はグー、じゃんけんパフ、うわあげました、
いやじゃあ強いっすね。強いよ。じゃんけん乗るって言われてるぐらいだね。強い。うん、はい、どうぞ。じゃあどのぐらい失敗か。いきます。そうでもない。うわー、あ、失敗きた。うん、失敗です。うん、あの、でも、うん、でも耐えられる酸っぱさ、うん、耐えられる酸っぱさだし、うん、あの味は全然悪くないですよ、うん、ただやっぱ酸っぱいですね。ああそう、でもシャキッとするんじゃない。うん、夏いいよね、うん、これあのみんなで3人かなんかで、うん、あのじゃんけんしてやるの、うん、俺面白いよね。このかぶつ、うん、自分でこれあ提案して、松田君が提案して、うん、YouTube でやりましょうってこの間言ってたんですよ。うん、そう、あ、ま、でもまさか松田がそうなるとは思いませんでした、うん、でも美味しいんですよ。美味しいね。あの酸っぱいの慣れてる人は美味しいって言うと思う。なるほど。うん、私は割と酸っぱいの大丈夫だから。あ、じゃあルーさん大丈夫かな。そんな、うん、あの番組とかでやるほら罰ゲームみたいな、 あんなもう、ああいうあれじゃないですか。ちゃんとした美味しさですよ。はい、うん、すごい。よかったら、はい、みんな試してください。はい、はい、それでは See you。 チャンネル登録 Please。 ネクスト動画も Together しようぜ。